リッチモンド。リッチモンドは、アメリカが州国先海岸、バージニア州の中心部に位置する都市で、州都である。で、の人口は204,214人で、州内の都市で第4位である。バージニアビーチ、ノーフォーク、チェサピークに次ぐ。の人口は123万1,675人で、全米で43番目の規模。州内では、ハンプトンローズ都市圏。 ノーホークを中心とした、チェサピーク湾一帯の都市群に次ぐ大差である。歴史の古い都市として知られ、近郊にはイギリスによる、北米最初の高級的植民地、ジェームズタウンが位置していることから、1609年には最初の入植が試みられているが、町が形成されたのは1737年になってからである。アメリカ独立戦争時には、 バージニア植民地の首都がウィリアムズバーグからリッチモンドに移されイギリス軍の攻撃を受けることとなった。1861年に創設されたアメリカ連合国の首都が置かれたがその後の南北戦争による戦火を被り市街地は壊滅した。かつてはタバコの集産地として栄え現在はタバコ、化学、薬品などの産業が中心でタバコや 食品業界で有名なフィリップ・モリスの本社が置かれているほか、様々な業種の企業が本社を置いている。また、1995年から産業創出と経済再生などを目指したバージニアバイオテクノロジーリサーチパークが設けられてから、多数の企業や政府、非営利団体が研究機関を置くようになるなど、全米有数のバイオテクノロジー研究、 最先端基地としての成長が著しい。2007年には、地元経済を牽引してきたフィリップ・モリス社も350万ドルを、当時、同リサーチパークに研究施設を設けている。2010年現在、現在約3000人に上る研究者や、技術者、学者が、同リサーチパークで雇用されている。や、バージニアコモノウェルス大学、などがこの町に所在する。また、 13のの一つ、及び12の連邦準備銀行の一つ、リッチモンド連邦準備銀行がこの町に置かれている。海外からの玄関口として、近郊にリッチモンド国際空港がある。州都として栄える一方で、全米有数の犯罪都市としても知られていたが、近年は改善の兆しがあり、20万人を割り込んでいた、地域人口は再び20万人を突破している。 現在のリッチモンドの場所はヨーロッパ人の到来以前はポーハタン族の重要な集落であった。最初のヨーロッパ人によるこの地への定住は近郊のジェームズタウンによりやってきたイングランビトによって1609年から始まったが当初は定住に成功しなかった。1737年にによって市街開発の計画が進められの名前を取って リッチモンドと名付けられることが決まった。これは、ジェームズ川の警官が、イングランドのリッチモンドからのテムズ川の警官と、似ていたためである。1742年には、リッチモンドの町が公式に設立された。アメリカ独立戦争中の1779年には、バージニア半島に位置し、イギリス軍の攻撃にさらされ、安いウィリアムズバーグに代わって、バージニア植民地の首都となった。 アメリカ独立後は、州都となり、今日に至っている。リッチモンドはあの一つであるヘンライコ軍に所属する都市であったが、1871年には、独立市となった。現在でも、ヘンライコ軍の軍長所在地は、リッチモンドである。アメリカ独立戦争中の1775年、パトリック・ヘンリーによる自由を与えよ。 シカラズンバ、シオの演説はこの町ので行われた。1781年にはイギリス軍によって町は焼き払われたがすぐさま復興された。1786年にはリッチモンドの臨時議事堂でトマス・ジェファーソンが走行したバージニア新境自由法が採択された。水路が発達した交通の利点から19世紀前半はタバコの集散地や 鉄鋼や製粉などの工業地として栄えた。南北戦争時代には、1861年2月8日に、アメリカ連合国、草が建国されると、モンゴメリーがその首都となったが、同年5月23日に、バージニアが草に加盟したことで、5月30日に草の首都は、リッチモンドに移された。これは、アメリカ合衆国、USA の首都ワシントン DC とすぐ近いことなど、 戦略上重要な都市であったためである。USA 軍がリッチモンド攻略を狙った半島方面作戦における7日間の戦いでは、草軍がリッチモンドに攻め入る USA 軍を撃退した。しかし、戦争中期のゲティスバーグの戦いなどを経て、戦局は不利となり、オーバーランド方面作戦、リッチモンドピータースバーグ方面作戦、そして、 アポマトックス方面作戦によって、ついに1865年4月3日にリッチモンドは、陥落した。リッチモンド陥落により、草の本部はダンビルに移されたが、それから数日で草は降伏し、南北戦争は終結した。東部戦線における一連の戦闘による戦果を被り、リッチモンドでは、両軍ともに多くの死傷者が出ることとなり、 市街地は壊滅する被害を受けた。20世紀初頭は解放された元黒人奴隷たちによって黒人ビジネスコミュニティがこの町に形成され、地区は黒人のオール街とまで呼ばれるようになった。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積1 6 2 0トル、このうち1 5 5 6トルが陸地で6 4トルが水地域である。 総面積の3.96%が水地域となっている。ジェームズ川の航行可能な最高地点、幕府線、バージニア州のピードモント台地内に位置している。ピードモント台地は比較的低地や緩やかな旧高市が特徴で、海抜に近いとの間に広がっている。北にはヘンダイ湖群が、南にはチェスターフィールド群がリッチモンドを取り囲むように隣接している。 リッチモンドはかつて治安が非常に悪い都市としても知られていた。殺人をはじめとする犯罪発生率は全米と比較しても高い水準にあり、モーガンクイット農社による調べでは2004年に全米エスト1位、2006年にワースト6位を記録している。もっとも80年代から90年代における殺人発生率は全米最悪級で、 1990年から1995年までは、毎年人口10万人あたり120人という数値、参考までに、全米随一の犯罪都市である、イーストセントルイスが2009年度で101人であるで、あり、市街地の空洞化、郊外化を一層進行、経済状況を一段と悪化させた。2008年以後は、殺人発生率が過去最低を記録するなど、 治安の改善は進んでいるものの15番目に危険な都市に選ばれていた。2010年では78位と大きくランクを上げ、治安の悪い都市というイメージは払拭されてきている。2000年現在の国勢調査によると人口19万7790人、8万4549世帯及び4万3627家族が暮らしている。 人口密度は1 2 7 1 3キロメートル5 9 3 1キロメートルの平均的な密度に92,282件の住宅が建っている。人種的な構成は白人38.30%アフリカン・アメリカン57.19%先住民0.24%アジア1.25%太平洋諸島計0.08% その他の人種1.49%、根結1.46%となっている。また、人口の2.57%はヒスパニック、または、ラテンアメリカ系である。住民の21.8%が18歳未満の、未成年、18歳以上24歳以下が13.1%、25歳以上44歳以下が31.7%、45歳、 以上64歳以下が20.1%、65歳以上が13.2%であり、中央値年齢は34歳。女性100人あたりの男性は87.1人で、18歳以上の女性100人あたりの男性は83.5人である。 世帯ごとの平均収入は31,121ベードルで、家族ごとの平均収入は38,348ベードルである。性別ごとの平均収入は、男性は3万8 7 4ベードル、女性は25,880ベードルで、一人、あたりの収入は23,37ベードルである。人口の21.4%及び、 家族の17.1%は貧困戦以下で、全人口のうち18歳未満の32.9%、及び65歳以上の15.8%は貧困戦以下の生活を送っている。バージニア州は、いわゆるアメリカ4大プロスポーツのメジャーリーグ、最上位リーグに所属するチームを持たないが、リッチモンドにはいくつかの主要なスポーツチームが置かれている。現在は、 プロ野球マイナーリーグに所属する、リッチモンドフライングスクール,ルズ、ユナイテッドサッカーリーグに所属する、及び、女子アメフトリーグに所属するが、リッチモンドに拠点を置く、プロチームである。以前、リッチモンドに拠点を置いていた、プロチームについては、お参照のこと。リッチモンドは6つの姉妹都市を有している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。